レモン梶井基次郎、得体の知れない不吉な塊が私の心を始終押さえつけていた。焦燥と言おうか、嫌悪と言おうか、酒を飲んだ後に二日酔いがあるように、酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した敗戦カタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金なのがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も、辛抱がならなくなった。蓄音機を聴かせてもらいにわざわざ出かけていっても、最初の2、3小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私をいたたまらずさせるのだ。それで始終私は町から町を浮浪し続けていた。なぜだかその頃私はみすぼらしくて美しいものに強く引きつけられていたのを覚えている。風景にしても壊れかかった町だとか、その町にしてもよそよそしい表通りよりもどこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がしてあったり、むさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった。雨や風が蝕んでやがて土に帰ってしまうといったような趣のある町で、土塀が崩れていたり家並みが傾きかかっていたり、勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったり、カンナが咲いていたりする。時々私はそんな道を歩きながら、ふとそこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた仙台とか長崎とか、そのような町へ今自分が来ているのだという錯覚を起こそうと努める。私はできることなら京都から逃げ出して、誰一人知らないような町へ行ってしまいたかった。第一に安静、がらんとした旅館の一室、正常な布団、匂いのいい蚊帳と糊のよく効いた浴衣。そこで一月ほど何も思わず横になりたい。願わくはここがいつの間にかその町になっているのだったら。錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけてゆく。何のことはない。私の錯覚と壊れかかった町との二重写しである。そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。私はまたあの花火というのが好きになった。花火そのものは第二弾として、あの安っぽい絵の具で赤や紫や黄や青や、さまざまの縞模様を持った花火の束、中山寺の星下り、花合戦、枯れすすき、それからネズミ花火というのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが変に私の心をそそった。それからまたビードロという色ガラスで鯛や花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、
南京玉が好きになった。またそれを舐めてみるのが私にとって何とも言えない享楽だったのだ。あのビードロの味ほどかすかな涼しい味があるものか。私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだが、その幼児の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私によみがえってくるせいだろうか、全くあの味にはかすかな爽やかな、なんとなくシビといったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが、私にはまるで金がなかった。とはいえ、そんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには贅沢ということが必要であった。二銭や三銭のものといって贅沢なもの、美しいものといって無気力な私の触覚にむしろこびてくるもの、そういったものが自然私を慰めるのだ。生活がまだ蝕まれていなかった以前、私の好きであったところは例えば丸善であった。赤や木の黄土コロンや黄土キニン、洒落た切り小細工や天下なロココ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶、キセル、小刀、石鹸、タバコ、私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあった。そして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかしここももうその頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定代、これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝、その頃私は甲の友達から乙の友達へというふうに友達の下宿を転々として暮らしていたのだが、友達が学校へ出て行ってしまった後の空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された。私はまたそこからさまよいでなければならなかった。何かが私を追い立てる。そして町から町へ千に行ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下がり、そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽のアレグロの流れが見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面的なものを差し付けられて、あんな色鮮やかなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる。青物もやはり奥へ行けば行くほどうず高く積まれている。実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとかくわいだとか、また
そこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一帯に賑やかな通りで、といって、幹事は東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている。それがどうしたわけか、その店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので、暗いのは当然であったが、その隣家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしない。しかしその家が暗くなかったら、あんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つは、その家の打ち出したひさしなのだが、そのひさしがまぶかにかぶった帽子のひさしのように、これは形容というよりも、おや？あそこの店は帽子のひさしをやけに下げているぞ。と思わせるほどなので、ひさしの上はこれも真っ暗なのだ。そう周囲が真っ暗なため、店頭につけられたいくつもの電灯が、周囲のように浴びせかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電灯が、細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私を驚がらせたものは、寺町の中でも稀だった。その日、私はいつになくその店で買い物をした。というのは、その店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどごくありふれている。が、その店というのも、みすぼらしくはないまでも、ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私は、あのレモンが好きだ。レモンイエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色も、それから、あの竹の詰まった放水系の格好も。結局、私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私は、どこへどう歩いたのだろう。私は長い間、街を歩いていた。始終私の心を押さえつけていた不吉な塊が、それを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は町の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱が、そんなものの一家で紛らされる。あるいは、不審なことが逆説的な本当であった。それにしても、心というやつは、なんという不可思議なやつだろう。そのレモンの冷たさは、例えようもなくよかった。その頃私は配線を悪くしていて、いつも身体に熱が出た。事実、友達の誰彼に私の熱を見せびらかすために、手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰のよりも熱かった。その熱いせいだったのだろう。握っている手のひらから身内に染み通っていくようなその冷たさは心よいものだった。私は何度も何度もその果実を鼻に持っていっては嗅いでみた。それの産地だというカリフォルニアが想像に上がってくる。漢文で習った梅感謝の言の中に書いてあった花を打つという言葉がキレ切れに浮かんでくる。
そして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めば、ついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の身体や顔には温かい血のほとぼりが昇ってきて、なんだか身内に元気が目覚めてきたのだった。実際、あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探してきたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて、私は不思議に思える。それがあの頃のことなんだから、私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで、一種誇りかな気持ちさえ感じながら、美的装束をして町をかっ歩した詩人のことなどを思い浮かべては歩いていた。汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたり、マントの上へあてがってみたりして、色の反映を測ったり、またこんなことを思ったり。つまりはこの重さなんだな。その重さこそ常々尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さはすべての良いもの、すべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか、思い上がった懐逆心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり、何がさて私は幸福だったのだ。どこをどう歩いたのだろう。私が最後に立ったのは丸善の前だった。平常あんなに避けていた丸善が、その時の私にはやすやすと入れるように思えた。今日は一つ入ってみてやろう。そして私はずかずか入っていった。しかしどうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にも、キセルにも、私の心はのしかかっては行かなかった。憂鬱が立て込めてくる。私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った。私は画本の棚の前へ行ってみた。画集の重たいのを取り出すのさえ常に増して力がいるなと思った。しかし私は一冊ずつ抜き出しては見る。そして開けては見るのだが、克明にはぐっていく気持ちはさらに湧いてこない。しかも呪われたことにはまた次の一冊を引き出してくる。それも同じことだ。それでいて一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私は幾度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには、日頃から大好きだったアングルの代々の重たい本まで、なお一層の耐え難さのために置いてしまった。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。私は憂鬱になってしまって、自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた。以前にはあんなに私を引きつけた画本がどうしたことだろう。一枚一枚に目をさらし終わって後、さてあまりに尋常な周囲を見渡す時のあの変にそぐわない気持ちを、私は以前には好んで味わっていたものであった。あ、そうだそうだ。その時私は、たもとの中のレモンを思い出した。ほ
本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたら。そうだ。私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた。私は手当たり次第に積み上げ、また慌ただしく潰し、また慌ただしく築き上げた。新しく引き抜いて付け加えたり取り去ったりした。奇怪な幻想的な城がその度に赤くなったり青くなったりした。やっとそれは出来上がった。そして軽く踊り上がる心を制しながら、その城壁の頂に恐る恐るレモンを備えつけた。そしてそれは城壁だった。見渡すと、そのレモンの色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと放水系の身体の中へ吸収してしまって、カーンとさえ返っていた。私は埃っぽい丸禅の中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていた。不意に第二のアイデアが起こった。その奇妙な企みはむしろ私をぎょっとさせた。それをそのままにしておいて、私は何食わぬ顔をして外へ出る。私は変にくすぐったい気持ちがした。出て行こうかな。そうだ、出て行こう。そして私はスタスタ出て行った。変にくすぐったい気持ちが街の上の私を微笑ませた。丸禅の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた奇怪な悪感が私で、もう10分後にはあの丸禅が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そしたらあの気詰まりが丸禅を木っ端みじんだろう。そして私は活動写真の看板画が懈怠な趣で街を彩っている京極を下がっていった。